まあ、僕ができることはもう本当に皆さんの顔を見て音楽を届けて、少しでもその時間、楽しんでいただくとか、一緒に歌を歌うとか、そんなことですけども、これからもこの沿岸部の人たちこそが、本当にあの、まあ、普通の生活というか、そういう生活が戻ってくることを、それをただただ願って、これからもあの沿岸部の皆さんのことを思って応援していきたいと思っています。僕はあの岩手だけじゃなくてですね、本当にあの高校生が僕は世の中を動かしてやっぱ思ってるんですね。で、高校生たちが自分たちでこの町をもっと元気な町にするには何がいいのか、自由な発想で、それでいてもう大人ですからね、その辺が何かを考え出したり、あるいはもう本当に小学生たちがのびのびと夢を持って、生きていける、そういう環境を考えてあげると、まあそういうことも本当に真剣に思ってます。指揮者の佐渡豊です。2019年夏、岩手三陸で会いましょう。